ぶりです。今日は後悔しない夏休みの過ごし方を紹介します。ちなみに僕は4回生なんですけど、8月に3泊4日で沖縄旅行行くので、バイトも必死で頑張ってます。学年別で紹介するので、当てはまる学年に注目してね。バイバイ。私たちは1年生の夏休みについてお話します。なんで必修かと思ったんですか。1年生の夏休みは基本的に自由に過ごせる時間かなっていうふうに思います。めっちゃ遊んだった記憶しかない、うん、なんか大学1年生だし、高校の友達と、うん、そう、高校の友達とめっちゃ遊んだ。他にもいろいろ自分たちがしてたんで、それを紹介しますか。はい、はるちゃんは、私は車の免許を取りに行きました。大学生の夏休みはちょっと長めだと思うので、この期間にこうギュッとまとめて、授業とかテストもない一番自由な時に車の免許取るのがいいかなと個人的には思います。合宿で取った？合宿ではない、なくって短期で2週間くらいのやつ、短期よりの短期。そう、通いの短期。エンジン届いた？届きました。あ、届いた。でも毎回椅子前にしよったけど。ユッキーは？私は、バイトの掛け持ちを始めたのがちょうど8月でした。1年生ので4月から1個バイトしたんですけど、慣れてきた頃にこう始めようってなって始めたのが今でもこうずっと続けてるんですけど、なんか4回生からバイトを始めるとか3回生からバイトを始めると、なかなか雇ってもらえないこともあるなと感じてて、柔軟にいろんなバイトに取り組めると思うので、ぜひおすすめです。何にお金使ったんですか？何にお金使った？あ、でちょうどその脱毛の脱毛に結構お金かかるんですよ。かかりますね。多分30万からぐらいかな、安くて30万ぐらい。そんなすんの？します。高っ。免許取れるやん。で、それで全部なくなりました。なくなったんかい。エンジン届くって言ったよな。エンジン届いた？エンジン届いた？めっちゃ腕短いやつみたいな。めっちゃ後から修正する。入れといてな、そこまで。こんな感じですね。まあ、結構自由にね、こんな感じで各々本当に自由にやってください。はい。2年の夏を担当しろということで、2年生の夏はとにかく遊べってことを言いたいですね。やっぱ3年とかなっちゃったら就活とかも始まるし、ちょっと自由利かなくなってくるんで、大学のうちにしたいことがあればもう2年の夏にしとくんがいいかなね、うん、ですね。はい。ちなみに何がおすすめみたいな言うと、2年の夏には行ってないんですけど、あれ4年の夏にグランピングに行く予定なんですよ。そう、グランピング分かりますかね。簡単に言うとキャンプよりもこう準備とかなく、そこでいろいろ設備が整っているので、まあ、手ぶらで行けるキャンプみたいな形ですよね。4年じゃなくて2年でも、もうみんな友達に誘ってみんなでグランピングとか行ったらいいんじゃないでしょうか。遊びましょう。はい、 OK。 はい、いやいや、どうもどうも。福助おもんなかったな、ね、めっちゃ面白かった。あ、ほんまに。っていう話をしてた。もう1分ぐらいだったんですけど、ユッキーに長いって怒られるよ。本題本題。はい、合わせください。はい、私たちは3年生の夏休み担当です。まあ、3年生の夏休み、皆さんお察しの通り就活ですが、まあ、就活の話もしつつ遊びの話もしつついきたいと思います。私は就活はもうインターンに行きまくってました。とりあえず練習にもなるから、 ES をとりあえず書いて出して面接を受けてウェブテストをやってっていう、もう練習の場みたいな感じで、
でいろいろ経験だって思ってやってました。まあ、結構ね毎日説明会の日で忙しかったけど、まあ、そんな中でも遊びは行ってましたよ、もちろん。あ、行ってました。もちろん行ってました。何してたかな、夏休み。何してた？就活は僕業界柄ちょっと早かったんで、期末テストとかレポートの時ぐらいが一番しんどかったんですよ。それもやりつつインターンのもしつつみたいな。実際夏休み入ってからはそれこそ通ったやつは行ってたけど、うん、あとはなんかそのエントリーシート書くとかはしてなかったから遊んでたかな。何したの？淡路島でのキャンプ。めっちゃ遊んでる。あとは、まあ、スマとかに釣りずっと行ってた。もうなんか今もすごいやめてんねんけど、そうずっと釣り行ってタコとかタイとかとかやってましたね。あ、あの福岡まで車で行きました。あのあれちょうどあれやってたよ。スタバのさ、ご当地のやつやってた。そう、あれを巡ろうっていうことで、うん、大阪からスタートして8時間から9時間ぐらいかけて、あの兵庫、岡山、広島、山口、福岡で、あの4泊5日ぐらいで旅しました。いいな、いいな。してました。就活生こんなこと別にできるらしいです。できますよ、皆さん。やろうと思えばできる。お金はすごかったですけど。多分3年が一番楽しめると思う。友達も増えてるし。そうだね。バイトでお金もある程度稼げてるし、で就活もまあやらないといけないけど、一番忙しい時ほどはしない。確かに確かに。就活の比重は何対何ぐらいで言ってますか？8-2 7-3 8が就活だからどうする？7が就活だけど、8が就活で、7が就活だけど、8遊びで2就活で意外とちゃうから。多分業界のあれが、そうそう、業界から。私業界的に8月がすごく忙しかったから、そうそうそう、時期が分かれてるから。関西から九州まで車で行きます。そこが結論。うん、一人で運転もなんとかなりました。山口で食べた茶そばはほんまに美味しかったです。ちょっとこの辺にしておきます。一人になった。締めるな。話が長いな。まだとやってます。はい、すいません。バイバイ。みんなはっちゃけってやっちゃったエピソードありますか？委員会で合宿行ったんやけど、岡山に。その時に、あの海に落とされた。海に落とされるって聞いたことない。負けを私はと思ってなくて、普通の男友達だと思ったらしくて。待って、やばすごい。海には気をつけましょう。皆さん、楽しい夏休みを過ごしましょう。以上、にしおかチューブでした。どうしてくれんのこれ。バイバーイ。バイバーイ。くるーって。バイバーイ。いや、大丈夫そう。みんなで1万円の駄菓子買ってみたカレー。